ごきげんよう、リオロスです。それでは本日も金色のコルダ1、やっていきましょう。はい。前回、ちょっと今回の方針として、この土浦くんが好きな解釈である悲しみに暮れる解釈の A で行こうと思ってたんですけども、どうも最近好感度は上がってるんですけど、ライバル度が上がってないということに気がついて、だとすると次のセレクションは確実に優勝を取っていって、こなくそあのね、負けず嫌いの土浦くんですから、一回ちょっと、へこました方がいいんじゃないかという考えが出てきまして、でこの必要スキルもいらない、上達度も解釈も100で止まってしまう悲しみにくれる解釈よりも、ちょっとこのね、必要スキルもいるし解釈も150まで限界突破している忘れられない解釈、やっぱりこっちで勝負した方がいいんじゃないかなと思い始めました。なので間に合えばこっちをなんとかしたいと思うようになりました。なのでちょっとこっち頑張っていきたい。ね、前回は栄光よりを愛を取りますって言ったんですけども、愛のために栄光を取りに行きます頑張ろう。ただあと2日しかないあと2日しかない。ただ明日は土曜日なんで間に合うかな。間に合うためにはファータの力がいる。おい、来たな、ライバル。おはよう、徳川。お前のクラス英語の課題出たか。だからそれはね、昨日の下校の時に言ってくれよ登校の時に課題出たかって言われてもな。よし、まずは解釈練習が上がるメトロノームを打ってください。お願いします。それによってこの作戦が成功するか否かにかかってるメトロノームいっぱいください。あ、1個しかない1個しかない。あと解釈上がんないよね。上達度だよね。上達度しか上がんないよね。チェックショーベー1個か、1個か。で、土浦くんどこにいるっつったっけ、どこにいるっつったっけ。分かってないのね。はいきっとエントランスだろう。私の土浦レーダーがエントランスにいるよって言ってくれてる。多分いる。この人混みの中に彼はいる。ほら、いたよし、無駄話してないで練習しろって言われたからしますよ。あ、一緒に弾けるな。一緒に弾けるぞ、ロマンスと蝶々。え、でもめっちゃ下手だよこれめっちゃ下手だけど一回ぐらいやっといた方がいいか。滑走、イエーイ。え、これあまり下手じゃないな。いつ練習してたんだいつ練習したんだお前。やったー、銃しかもらえないけどやったー出てきたー。これは聞いたからオッケー。なんだっけ、お前もちょっと嬉しいと思ってくれただろ。ノーコメントでノーコメントで、はい。なんでなのだ、どうしてなのだ。ノーコメントです。教えないつもりだな。はい。我が輩はそんな意地悪、屈服しないのだ。屈服しない。ちゃんとメトロノームもっといっぱい売ってくれたら喋ってもよかったんだかな。もう頑張ってメトロノーム売れよ。よし、じゃあ頑張っていこう。おお、さっきの感想ないの。ないのね。はい。さあ、もうとりあえずリセマラはいいや時間かかるしな、あのリセマラ。合奏を聞いてもらおう。感傷的なワルツの C チャレンジしてくぜ。で、メトロン、あ、3個あんじゃん。おー、いいじゃんいいじゃん。このために取っといたんだよ多分どんどん上げていくぞ。これで45を超えた。よし、いなくなるなよし、いいぞ。日原先輩も巻き込んで聞いてもらおう。今階段から降りてくるやつそろそろ入らない。よし、入る入る。よし、いいぞ。感傷的なワルツ C どんどん行くぜ。どんどんメトロノーム使うぜ。10が15になる。あんまり増えないけど、あんまり増えないけど、妖怪1足りないになるぐらいなら打った方がいい。お、日原の親密度が 50% アップ
そっか、コツコツ練習してるなんて偉いな、尊敬しちゃうよ。でしょ、もう日ないんですよね。今度俺と一緒に何か一曲派手にやらない？ もうセレクションあさってなんですけど、いいんすかね、派手にやっちゃう？はい、また逃げたよ、マイダーリン。あ、ポイントください。ポイントもいっぱいかな。あ、まだあるわ。で、どこ行った？リセマラした方が早いか。あ、これはもうリセマラした方がいいな。うん、1階にいないときはリセマラしよう。うん、そのぐらいやってもいいよね。あ、ここ出口じゃない。はい、リセマラ。あ、エントランスの情報全然掴んでなかったな。で、どこ行った？あ、いた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 。よし。結構巻き込むぞ。あ、ちょっと左のやつ入ってない。よし、この辺。いいぞ。間に合うか？え、でも明日土曜日だからな。9が13になる。だんだん上がりが弱くなってきた。でも少なくとも100は超えるな。うん。75を超えたので、息苦しさを表現できるようになりました。楽器で演奏で息苦しさって、なんかすごい辛いな。辛い。あ、もう何もできない。もう何もできない。一緒に帰りましょう。あ、一緒に帰ろうと誘いますか？ Of course。俺と一緒に帰って楽しいのか？まあいいけど。じゃあ後で正門でな。ここで誘えれば、あー、下校してください。いいぞ、一緒に帰るぞ。はい、来い。悪い悪い、遅くなったな。待ったか。待ったよ。じゃあぼしぼし行くわ。さあ、なんか思い出を、思い出になる何かを語ってくれ。あー、じゃあこの辺で思い出くれよ。メモリーくれよ。どうよ、ライバル度は上がんないね。うん、親密度はちょこちょこ上がってるけど、間に合うかこれ。また明日メトロノーム打ってくれれば、あるいは間に合うかもしれない。あ、っていうか、そうだよ、メトロノームもそうだけど、イベントが起こるかどうか、正門前にいんの？土曜日なのに稼げないじゃん。稼げないよ。とりあえずイベントがあるかどうか、その辺一周してきてからの方がいいかな。うん、ちょっと時間使っちゃうけど。で、メトロノーム売ってんだろうな、お前。屈服させろ。よし、3つ売ってる。よくやった。それだよ、お前。分かってんじゃん。どんどん買うよ、メトロノーム。あとは、卓上カレンダー。よし、よくやった。もうこれで買う必要はないな。うん。この辺も上げても、あ、でも、なんだっけ。技術を上げといた方がいいかな。セレクション3になった時に技術レベル足んないってことあるかもしんないしね。うん、じゃあ買っとこうか。これは買っとこう。 OK。 じゃああとちょっと、土浦くんに引かせる前にぐるっとその辺一周回って、はい、イベントないか確かめてきます。うっす。はい、何から何まで回ってきたけど特に何も起こりませんでした。うん、っていうかあんだけ回ってきたのにまだ6分しか経ってないっていう、この子の足の速さすごいな。というわけで、お、確か次のセレクションまであと1日だったよな。そうだよな。いや、別に忘れたわけじゃないんだが、あ、これはカレンダーですね。クラスの連中が間違えた日付を教えるからさ、ちょっと気になって。カレンダーにでも書いとけばいつでも確認できるんだろうが。あげますか？譲ろう。卓上カレンダーか。そりゃ書かないとダメかとは言ったが、カレンダーを持ってないわけじゃないんだがな。ただ書き写すのが面倒なだけで。ライバルに詩を送ってやるよ。うん。だがせっかくの行為だ。素直に受け取っとくぜ。ありがとうな、徳川。しっかり書き込んで、セレクション当日を意識することにするぜ。まあ明日だけどな。よろしくな、ライバルさん。おお、よろしくな。もうなんだなんだ？なんだなんだだね。よし。じゃあ、ガンガン引かせていきましょい。間に合うか、否か。まあ、またメトロノーム見つかったからな。なんとかなるだろう、これ。頼むぜ。はい。99、結婚を表現できるようになりました。え、ちょっと待って、一個前に覚えたの何だっけ、息苦しさだっけ。ね、じゃあ僕は息苦しさと結婚を同時にアピールするの、これ。そうだよな、何だっけ、全部で何だっけ。はい、7が10人しか増えないか。転職と職業と援助と出会いと息苦しさと結婚を同時に表現してんの、僕は。職業と転職はまあわかるよ。うん。
で出会って結婚して息苦しいのこれねえ、ちょっとやだな、何を弾いてるんだ僕は。出会って結婚して息苦しくなったものは、何表現してんのこれおかしいだろ芸術の世界って大変だな。7が10になるだけか、もういいか、最後に届きそうならこれ使うか。うん、そうだね、そうしよう。はい、8080、まあ、稼げなくてもいいですよ、もうそんなに BP 使うことないからな。もうさあ逃げんな、いちいち逃げんな。あ、いたいたいた、よし3人入るね。間に合うか、ほんとギリギリだな。まあでも間に合わないかもしれないけど、少なくとも100は超えてるから A の解釈よりかはポイント高いだろう、うん、今14時46分まだまだいけるな、まだいけるな。17時ぐらいでしょ終わりの。1回で50分経過、結構きついな、結構きついな。め、あんな、なんかイベント探して走り回ってる場合じゃなかったかもしれないな。あれ、いない、いないぞ、しかもしかもいないぞ。どうだどうだ、ここ、出口、出口、あ、いたいたいた、なぜそんなとこにいる。もう探すのも大変なんだから、引くのも、123足す7なんで130だね、うん、もう7ずつぐらいしか上がんないな。130、お、来たな、ライバル宣言、真っ向勝負といこうか。お前の音の感じ気にしないわけにいかいな、はい、真っ向勝負発言きました。これで上がってるはず。いたいたいた、もう逃げるの諦めたな、よし、いいぞ。あと1回かこれ、あと1回かもしれない。じゃあ使うか140にしとくか。はい、息苦しい結婚を聞け、100になった。あと、あと、いやー、惜しいな。140で終わったか。まあまあいいだろう。うん。50分だから、うん、足んないね。じゃあまたこの辺演奏して増やしとこうか。68足す12と68足す15やっとこう。これいる？これ上げとく？あ、でもこれやっとけば一応技術レベル1個上がるんだ。じゃあ使っとくか、うん、1個上がるぐらいなら使っとこう、はい、もう何もできない。あとはベルを鳴らすだけか。ベルも鳴らしとけ鳴らしとけ、はい、実戦場のアリアは、うん、前世で見たんでカットしましょう。はいはい、何のキーワードも得られませんでした。はい、ありがとう。さあ土寄くん一緒に帰ろうぜ。土曜日だから一緒に帰れないかな。はい、帰りません。じゃあ帰ります、僕一人で帰りますよ。いいの？あ、まだまだベルいけるまだベルいける。じゃあアベマリアもやっときます。はい、よし、じゃあ帰るか。あー、でも誰かと会話してから帰るか。あと3分なら誰かと会話できる、いけ誰か私と会話して、会話してくれ。確かエントランスに師匠いたよね。エントランスに師匠いなかったっけ。いないな、違う、どこだっけ、どこにいたっけ。あ、いたいた、公園公園、師匠に今日のおはようとこんにちはとさよならを言わないと。師匠、あ、月森くん、また君か、悪いんだが少し曲奏を練ってるから。曲奏を練ってる、今さらそれしてても明日間に合うんすかもう明日っすよ。前のセレクション面白かったな、土浦の1位とかさ、途中から参加決まったし、そういう意味じゃ注目度高いよな。まあ確かにな、うん、一人だけ一日少ないもんな。うまいしさ、結構人気あるみたいだぜ、女子生徒にもさ。意外性がいいのかね、まあ、結構怖がられたりもしてるけど、うん、ああいうやつが情熱的に演奏するってのがやっぱウケるのかもな。ああ、なるほど、ギャップ萌えってやつか。お前さんもこう一発受けでも取ってみたら。おっと、本気にするなよ。あ、6時になってしまった。よし、じゃあ本番いくか。さあ、どんぐらい上がった、今日は。今日散々聞かせて、おー、すごい上がってるもうそんな高みまでいっちゃう。あー、663。あ、でもライバル度上がんないね。うん、やっぱりこれはもう優勝して、うん、ガッと、うん、意識させるしかないね。うん、
じゃあ一旦セーブしていきましょう。よし、じゃあ泣いても笑っても来たぜ本番が。お、来た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 。え、何今さら今さら。俺に相談なんか持ちかける必要はない。うん。え、そんな話今日したっけ？俺を油断させようとしている。ああ、パズルか、パズルか。ひどいぞってやつか。ひどいぞ。おー、あ、人選上のアリア。そうだそうだ、そういえば前世でこれで返し、なんだっけ、うん、限界突破して、うん、すごい優勝勝ち取ったんだよね、うん、いや今更それ言われてもな。タイミングというものがさ、うん、もう本番ですよ先生、当日ですよ。あ、先輩、これから支度ですか。はい、そうですよ。この前のセレクション面白かった。面白かった。先輩の演奏も良かったと思います、うん、まあ2位だからね僕。でも頑張ってください。はい、頑張ります。はあ、始まるまで。お、なんかすごいマイペースだな本当に。本番までまだ時間が少しあるみたい。緊張とかそういうものは全くないんだなこの子は。チェロ触ってきます、うん、はい、触ってらっしゃい。引き止めてすみません。はいはい、それじゃあ失礼します。はい、頑張れ。やっぱりん、ああそっかそっかそっか、これだね、うん、ちょっとしょうこちゃんこの衣装気にするシーンだよね、うん、太って見えるっていうやつ。鏡見てたらその私太ったかなって。まあふっくらした衣装だからな、仕方ないな。大丈夫、かわいいよ。うん、いってらっしゃい。さあ決めるぞ。まずは感傷的なワルツの途中から変えた C。 最初から C にしてればな、届いたんだけどな150に。まあ140でも十分でしょう、うん、キーワード2つあるし、うん、しかもね必殺技もあるから今回はちゃんといきましょう。で緑のエキゾジック、編み込みリボンに9スター。もうこのセットでずっといってるな本当。あの隠し衣装も見つけたいな、なんとか、うん、さあ私は、あ、冬美ちゃんメロディー弾くの。メロディーって前回僕が弾いた曲だよね。え、そういうこともあるんだ。へえ、それ第一セレクションに弾いた曲だよ翔子ちゃん。じゃあ一緒に弾けそうだな、うん、まあ僕とここら辺はスキップして、僕と、うん、土浦君に、あ、僕もスキップしてどうする。よし、これでいこう。さあ第2セレクションの始まりです。テーマは秘めたるもの。さて今回はどのような戦いが繰り広げられるのでしょうか。それではいよいよ始まりです。今回は何とかして、うん、優勝をもぎ取りたい、そしてライバル意識させたい、うん、負けてるからな前回。あ、もう光ってるもの、私の体。私の体光ってますよ、見てください皆さん、うん、見える人には見えるんだろうなこれ。さあどうだ、回るぞ。ぐるぐる回るぞ。え、なんで、なんでお前、え、あれ服装間違えた、え、あ、え、あれ、なんでお前が出てきた、え、服装何、ひょっとしてプレイするたびに違う、あれ、いや見たよな確か。あ、出た、ポジション H 食らえポジション H。 そしてそして援助する、転職。転職の援助だ、食らいやがれ。さあ屋上にまで、屋上にまで届かんばかりのこのオーラ伸びます。まだまだ来た来た、なんか語れ、なんか語れよ。あの葉っぱつまんでるシーンでもいいぞ。あれ会話ないんだっけ、会話ないの、あれ会話はないんだ。あれ会話ないの、やっぱ解消、感傷的なワルツ解釈 A じゃないとダメだったのかな。いやいや、でも体光るしなこっちの方が、うん、ただあの衣装が、衣装セット効果がアモちゃんが出てきたのがちょっと気がかりだな。あ、幻想即興曲、
いいね、この曲は聞いたことあるね。さすがにショパンはさすがに結構聞いたことあるな。うん、多分テレビとかでも使われるし、うん、さあ思い出せ我らとの、あ、そっか、セリフ出てくんのは本人の時だけだっけ。さあ思い出を、思い出は今ここに。よく指動くなこの速度で。さあどうだい、どこ思い出すんだ、変なとこ思い出すなよ。お前なら一人で十分やれるだろう。何も俺に相談なんか持ちかける必要はない。スキップしません。あ、オートか、これ文字進めようと思ったら、あれ進まないよ。じゃあな、お手柔らかに頼むぜ徳が。え、そこはまあライバル宣言ってところでいいのかもしんないけど、ちょっと違うでしょ。もうちょっとさ、なんか心がほっこりするような終わってしまった。あれ2つしかないの、まだまだなんかイベント足んないのかな。やっぱもうちょっと他の人たちとも、うん、絡めていかないとダメなのかな。さあ行くぞ。まあ3位は、まあ、まあまあまあ今回は3位は、はい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 、月森くん、まあなんか調子いいとかなんか言ってたもんな、町の人が町のモブがなんか言ってたんだよな、うん、なんかテーマが有利だとかどうとかって。2位は、おし、よし、2位は土浦良太郎くんです。頑張りましたね、おめでとうございます。はい、おめでとう、はい、おめでとう。ということは、ということは、いよいよ優勝の発表です。優勝はですよね、はい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 、普通科からの参加の徳川リオルスさんがついに初優勝を遂げました。普通科から優勝が出るとは驚きです。いや前回も普通科から優勝出てるけどなおいおい、音楽家立場ないよ、この点数よ、1193、素晴らしいですね。やっぱ強いな限界突破。で、今回は翔子ちゃん4位か、あ、1年生が頑張ってるね、そして3年生頑張ると、うん、はい、よしよしよし、おーいあなたですか、すっきりした、今日の優勝、おめでとう、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、途中まで一緒に帰らない、やめとくぜ、少し話していこうよ、いや、いや、やめとくぜ選択肢よあれちょっと待って、ギリギリになって、いや、ちょ待ってよ、土浦君と普通科コンビ 1,2 フィニッシュで打ち上げでガスト行く予定だったんだけどさ、あのさ、ちょっと、尊敬するな、尊敬はし、まあまあ、うん、尊敬せよ、ね、尊敬はしとけ、うん、君がとても素敵に見える、あ、いや照れるな、うん、俺も頑張ろうって気になった日だよ、あ、はい、でもテーマ、テーマを覚えとけ、うん、君と一緒に出るならコンクールも楽しいよ、あれここはランダムなのかな、じゃあまたね、今日は一番好感度高い人とかじゃないんだここは、そっか、あ、会わずに、顔合わずに終わってしまったよ。どんな感じですか今、ライバル度グエッて上がったんじゃないの、グエッグエッ、あ、上がってる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 100近く上がってる、やっぱ勝たないとダメなんだな、そっか、え、で服装どうよ、え、合ってるよね、やっぱ服装合ってるよね、もう緑のエキゾチック編み込みリボンのインスタだよね、え、ちょっとアモちゃん何かぶってるとかあんの、え、これでしょ、緑のエキゾチック、え、確信もしかして、緑のエキゾチック編み込みリボン、あ、髪飾りなら何でも OK、 つけなくても OK で、ナインスタ、かぶってんじゃん完全にかぶってんじゃん、え、どういうことや、え、じゃあ土浦くんの好感度上がってないのかな、衣装効果出てんのかな、それとも2人とも、なんだよいきなりこの子出てきたからビビったぜ、しかもこの子自身もビビった表情してなかった、出てきた時、え、私の好きな衣装じゃんみたいな、うん、
なんだよ、一体どういうことだよ全く被んないとかないのか。そっか。あ、でなんか、うん、ライバル視してる人が増えたね。うん、前までみんな一番下だったのに。やっぱ優勝でかいな。オッケーオッケー。というわけで、あ、まあ今回は無事優勝することができました。これで総合、え、1位僕なの同率1位じゃないの？同率とか、あ、点数差だっけ。そっか、同じ順位同士だと点数差がで優劣決めるのか。なるほどなるほど。オッケーオッケーオッケー。じゃあ一応ギリギリ私の方が勝ってるんだね。うん、なるほど、了解です。というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう。チャオ。サンセレクションではイベントをこなしたい。頑張ろう。